なんとなく歴史が学べる映像をお送りする戦国チャーハンテレビ。観阿弥世阿弥とは、後に能と呼ばれる猿楽を室町時代に大成させた親子である。禁止ブースト内臓さあ、というわけで今日のゲスト、キングノーのお二人です。よろしくお願いします。今日は事前に書いてもらったアンケートをもとに話を聞いていきたいんですが、世阿弥さんの尊敬する人物が観阿弥さん。はい、父親であり芸能の師匠なんで、子供の頃から英才教育しました。そうです。風刺家伝の内容も半分くらいは観阿弥から受け継ぎました。二人プライベートではどんな話するんですか？まあ、芸事のことも話しますけど、まあ、基本は普通の親子と一緒です。普通の親子と一緒って例えば？この世に生きる喜びや悲しみのこととか。グリングリンやないか。青空で歌ってる小鳥のこととか。いや、だからグリングリンの歌詞やないかい。そもそも二人はプライベートでなんて読み合ってるんですか？僕はパパって呼んでるんですけど、まあ、そろそろ親父に変えようかなと思って。いや、そろそろ変えた方がいいね。カーミさんは？僕ですか？僕は鬼って呼んでます。鬼？なんで？幼名が鬼夜叉なんですよ。幼名かっこよすぎ。そもそも観阿弥世阿弥って、本名の観阿弥陀仏世阿弥陀仏の略で、本名じゃないんですよ。本名は？僕が清継です。僕が元清です。小井田元清と同じ名前です。あの三本の矢に入れなかったでおなじみの毛利元就の四男ね。で、アンケートに戻ると、観阿弥さんの尊敬する人物は楠木正成。これ意外ですけど、なんで？僕、楠木正成の甥かもしれないです。かもしれない。こういう文章が残ってるんですね。ただちょっと信憑性が怪しいんで、僕自身もよく分かってない。おー、そうなんだ。ちなみに、梅原武さんっていう素晴らしい学者さんと、表明さんっていうすごい学者さんが、その信憑性をめぐってめちゃくちゃ論争してました。ヒップホップでいうビーフですね。あ、わざわざヒップホップで言わなくても大丈夫。まあ、さすがにその論争が始まった時はもう本当に私のために争わないでっていう気持ちが分かりました。うん、竹内まりやね。さあ、ではそろそろ時間なんで歌の方を。よろしくお願いします。ってことで、キングの風刺家伝でお別れです。ミュージックトナイトタイガー、また来週。若い時には知らず知らず有権を体現してしまったり、でもそれは自分の花で誠の花にあらず。手に入る、ずっと消えることない芸の美しさというのは嘘で、一度手にしても俺はうまいと慢心すれば持っていた花も消え失せてしまうだろう。ぶっちゃけて言ってしまえば、花の魅力の本質は季節ごとに死が咲かない、花の珍しさにこそあるんだ。ぶっちゃけついでに言うなら、花が季節に咲くように、戦争をやっと人場に合わせ、ふさわしい原因を提供すべきだ。この動画が面白かったと思ってくれた方は高評価の方をお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお頼み申したぞ。バイバイ。